はい、皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第2回目を行っていきたいと思います。これ自分でタイトル決めてるんですけども、これ長くて噛んじゃうんですよね。で、普段だったらこうカットしちゃうんですけども、取り直しするんですけど、まあありのままを見せていきたいと思うんで、このままいきたいと思います。はい、じゃあ2回目ということで、前回と今回が憲法ですね。で、1回目見てもらってると思うんですけども、こう結構30分にこういろいろ込めたわけですよ。いろいろ書き込みをしていただいたりしているので、こう動画自体30分なんですけど、なかなかこうね、止めて書いて止めて書いてやってると1時間ぐらいかかったと思います。ただその分しっかりとね、皆さんには必要なものをお伝えていきたいと思いますので、頑張ってついてきていただければと思います。はい、で今回第2回は憲法統治ということになります。取説はこちらのページを出してください。はい、憲法の90ページですね。こちらを出してください。で、まずですけど、90ページ下のところに、入れておきました。統治の学習方法の確認をしておこうと思います。はい、統治に関しては皆さんもご存知の通り、基本は条文知識ですね。はい、基本条文知識が問われてくるわけです。まあ、細かい数字ありましたよね。こう3分の1とか5分の1とか細かい数字がありましたよね。はい、こういったものの正確な知識が必要なのは皆さんも知っていると思います。で、もう一つ皆さんに知っておいていただきたいのは、はい、憲法の規定なのか、それ以外かに注意すること。ちょっとここをね、意識してもらえるといいかなと思います。どういうことかというと、こう、取説のテキストもそうです。で、いろんな市販のテキスト、予備校のテキスト全部そうなんですけども、試験に出るものを載せてますから、その根拠が憲法の規定なのか、例えば国会法の規定なのかっていうのを、まあもちろん分けて掲載してるんですが、同じテキストに載っけてるわけね。はい。で、受験生はあまり意識していないと、こう、勉強して覚えたものが憲法に書かれてるのか、国会法に書かれてるのか、ね、よくわからなくなってくるわけですよ。で、そこをついてくる問題が過去に出たことがあるんです。お見せしておきますと、こんな問題ですね。2016年の問題でしたけども、はい。立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれでしょうかという問題。はい。憲法に書かれてないものが1個あるから選んでくれっていうことですね。うん。こういった系の問題が出てきたことがあるんです。なので、今日講義をしながら確認はしていきますけども、条文の知識は大切。で、細かい知識も大切。なんですが、まず大きなところで、これは憲法に書かれているものなのか、他の法律に書かれているものなのか、もしくは全くどこにも書かれてないのか、ね、そこをしっかり分けていただけると、かなり力がつくと思います。はい。そしてもう一つ、学説の問題も出てきたりしますね。まあ、学説という言い方は、ちょっと語弊が出るかもしれませんけども、とにかく現場思考型ですね。憲法でどういう考え方を取るべきなのか、みたいなことが出てきたりします。はい。これも過去問をお見せしておきたいと思うんですが、はい。2011年の6番の問題で、憲法43条1項の、全国民を代表するの、全国民の代表の意味は何でしょうか?というものが聞かれたことがあります。はい。こういうものは憲法の条文を覚えていても解けないですよね。はい。まあ、現場で文章を見ながら考えていくとか、そういったものになってきます。はい。で、こういった学説チックな問題は、やはり対策しづらいので、深入りはしないことですね。はい。あと、現場思考型の問題も先ほどお伝えした通りありますから、よくわかんないけど、当日現場で悩んだ挙句、1個見つけた、これが答えってこともありますからね。はい。まあまあ、学説も一応ありますということで伝えておきます。はい。で、統治の学習方法を確認していただいた後は、今日扱っていく中身ですね。はい。まあ、事前にこう告知はされていると思うんですけども、今回統治の中では、国会と内閣扱っていこうと思います。はい。で、なぜかというと、去年、裁判所が1問出てるんです。
一問といいますか、憲法で一問出ていて、さらに行政法でも裁判所の憲法の問題が出てたので、二問出てるみたいなもんなんですよ。だから今年統治考えていく中で、可能性がまあ少し下がってくるのが裁判所。で、相対的に上がってくるのが国会と内閣なんですね。あと財政も危ないと思ってますけども、このあたりがありますから、お話をそこに絞ってしていきたいと思います。はい。一応国会全般の出題、最近のものを入れておきました。はい。まあ、だいたい2年に1回ぐらいのペースです。で、実は国会も去年出てはいるんですね。議員特権みたいなものが出ているので、まあ、そこはちょっと外してもいいかなと思います。ただ他の議員の権能ですとかね、国会の地位とか、そういったものは今年出る可能性がありますので、そこを頑張ってやっときましょうねということになっていきます。はい。で、ページはね、92ページを見てください。全部見ることはできませんからね、絞っていきます。はい。92の下のところで、議員の活動原則ってあります。まあ、衆議院、参議院がありますからね、活動原則がありますってことです。はい。まあ、独立活動から一時不参議ってものまでありますけども、はい。細かい原則の中身は今回は割愛しておきます。で、今日お伝えしておきたい、強調しておきたいのは、やはりここなんですね。はい。議員の活動原則のうち、同時活動の原則、衆議院、参議院が同時に開かれて、同時に閉会しますよ。っていうこれなんですが、憲法で規定があるの、この同時活動の原則だけなんですね。はい。まあ、書いておきましょうか。憲法ね。憲法に規定があるのはこれだけです。はい。他はないんですね。はい。会期不継続の原則は国会法が根拠なんですよ。で、独立活動ですとか、一時不参議はそもそもどこにも規定がなかったりするので、はい。まあ、トータルでまず、簡単に覚えておくべきは、繰り返しますが、同時活動原則だけ憲法上規定があると。他はまあなかったりとかね、国会法にあったりしますから、そこをまず気をつけておいてください。はい、これがまず1点。そして、93ページのところで、国会の活動で、会期の種類がありますよね。通常国会ですとかね、臨時国会ですとか、もろもろあったりもします。で、講義遣いのところにも、まあ、大体1月から6月ぐらいまでで通常国会ですと。で、6月以降、通常国会が閉まった後に何か必要性があれば臨時国会開きますっていうことで記載はさせてもらってますけども、もうちょっと細かく、見ていきましょうか。どこを見ていただくかというと、そうですね。94ページの方に僕はつけておきましたが、ちょっともしよかったら、ね、どこかに一旦書き取っていただいてもいいかもしれません。はい。衆議院参議院が、こう、選挙って行われますよね。そこについて、少し補足しておきたいと思います。はい。で、書き取っていただいたことを前提に話をしていきますが、衆議院、参議院の違いとしては、衆議院は解散制度があります。参議院は解散制度がないんですよね。はい。で、このあたりでややこしいのは、まあ、通常国会、常会はいいんですが、臨時会と特別会の、こう、違いが分かりにくいわけですよ。いつ特別会で、いつ臨時会っていうのがすごく分かりにくいわけね。で、そこを少し補足していきます。はい。で、まず公募の書か、憲法54条1項に特別会の規定があります。特別会の規定があります。はい。うん。54条見ていただくと、まあ、衆議院が解散された時に特別会開いてくれってことになってるんですね。ここで。はい。衆議院が解散された時は、特別会開いてくれということになってるわけです。
そう。普通に考えてください。確かに過去の歴史見てみると、衆議院の場合は、任期満了してるケースの方が少ないわけですよ。基本解散をね、途中でして選挙してますからね。はい。ちょっとずれるんですけども。ただ、原則論で言うと、衆議院、参議院も、議員たちは、ちゃんと任期を満了するのが基本なんですよ。はい。与えられた任期を全うするのが基本で、衆議院の解散だけあれは特別なんですよね。途中で終わってしまいますから。終わってしまいますから。はい。ですから、まず、この解散っていうのが、普段はありえないこと、異常事態だと思ってください。はい。解散という異常事態、特別な状況下で総選挙をするので、その後開かれるのは特別な会なんです。はい。これで覚えられますか？解散という異常事態、特別な事態の後に行われるものですから、特別会って言います。はい。あとは通常ルートで任期満了して選挙を行われた場合っていうと、まあこれは臨時会って言い方をします。はい。衆議院の任期満了、参議院任期満了ともに臨時会と言います。はい。まずここを分けてくださいね。選挙の時にいつ特別会かというと、衆議院解散時が特別会ね。あとは臨時会です。はい。あとは、ちょっと細かいことを申し上げさせていただくと、臨時会もいくつかパターンがあって、93ページのところね、に見ていただくと、臨時国会の基本は、ここです。はい。必要に応じて臨時に召集されますよと、決めなきゃいけないことがあれば、内閣が召集決定しますってことで、臨時国会の基本は、これ53条。憲法です。憲法に根拠があります。で、衆議院の任期満了ですとか、参議院の任期満了下で行われる臨時会はというと、はい。実は根拠国会法なんですね。実は憲法にはないんですよ。はい。だから同じ臨時会でも、憲法に規定がある臨時会と、国会法に規定がある臨時会ってあるわけです。はい。そこをもし覚えられる方は、覚えてみてください、ね。憲法に書いてあるものどれですかですとか、いう問題が来た時に、一問拾えますからね。ぜひ押さえてみてください。はい。よろしいでしょうか。あとは、94ページの上のところですね。決議要件もしっかり押さえておかなければいけません。まあ正直皆さんに覚えることはお任せしないといけないんですけども。はい。まあ語呂とかね、使って覚えたい方は僕はこんな形で覚えてました。まずチェックしていきますね。例えば資格、秘密、懲罰、主義。まあ、冒頭全部チェックして、1番、2番、3番、4番、順番かまっていくんですけど、出席議員の3分の2以上で決める決議要件。僕はこうです。秘密の資格で懲罰主義と。意味なんか全くないです。秘密の資格で懲罰主義と。はい。100回ぐらい唱えたらいけますか？秘密の資格で懲罰主義。秘密の資格で懲罰主義と。はい。100回ぐらい、今日講義終わったら唱えてください。で、覚えることができると思います。はい。やはり一番出てくるのが、この例外の出席議員3分の2以上ですからね。ここをまず押さえていただいて、はい。これ以外のところで出席議員3分の2ときたら×ですから、そんな形で覚えていただければと思います。もう一回。秘密の資格で懲罰主義ね。はい。頑張っていきましょう。はい。あとは、よいしょ。95ページのところから、この法律案の議決の流れですとかね、予算案の議決の流れというものがあります。まあ、これも当然流れを追いながら、こう、覚えていかなければいけないんですけども、97ページのところにね、下にまあ、表がありますけど、
皆さんこれどうやって覚えていますか？4パターンなんて思っちゃいけません。ああ、4パターンもあるのかって思っちゃいけません。2パターンしかありません。法律案か、それ以外かしかないんですよ。はい。法律案かそれ以外ね。結局、予算と条約と首相指名のところで、病院協議会は絶対開かなきゃいけないとか、衆議院で可決して参議院で否決した場合、衆議院の議決で決まっちゃうことは共通なんだよね。はい。で、違うのは、参議院が決めなかった時に次に進める間の期間ですよ。これが予算条約が30日で、首相指名10日って言ってるだけで、他はみんな予算条約、首相指名一緒ですよ。はい。なんで大きく分けると、法律案かそれ以外ですね。二つしかないと思ってください。よいしょ。二つしかないと思ってくださいね。うん。で、今日は時間の関係で見れませんけど、皆さんはこういった表で覚えたりとか、あとはフローチャートで覚えたりしてると思うんですが、試験はね、フローチャートの穴埋めとか出ませんから、表の穴埋めとか出ませんから、ちゃんと条文の言葉で把握するようにしてください。結構受験生あるあるなんですが、こう、取説もね、赤シートで隠せますから、頑張って覚えていただいてると思うんだけど、赤シートで隠せて空で言えても、問題文で反応できない方いるわけですよ。はい。条文の言葉で出てくると反応できない方が一定程度出てきちゃうので、はい。必ず、6法を使って条文をしっかり確認するようにしてくださいね。はい。よろしいでしょうか。はい。ちょっとペース早いですけどね。頑張ってついてきてください。あと98ページもそうね。衆議院優越も覚えることが結構多いところではありますけども、結局、両議員が対等のところって覚える必要ってないんだよね。衆議院が優越しているものさえ覚えちゃえば、あとみんな参議院、衆議院対等ですから。はい。だから、右の方覚えなくてもいいです。だから、こう、赤シート、ね、チェック入ってないですよね。はい。左の方だけ覚えて、それ以外みんな対等というふうにしておきましょう。はい。あとはね、100ページ。はい。そろそろ出るのかなと思ってます。国会の権能と議員の権能ね。はい。問題ちょっとお見せしたいんですが。うん。2013年に出たことがあります。はい。議員の権能、衆議院だけ、参議院だけ、各自でできる権能として正しいものはいくつありますかっていうのが出たことがあります。最近の試験で個数問題ってないんですけどね。はい。まあ、ただ議員の権能っていうもの自体が今年また出てくることはあり得そうですから、こういったところね。はい。衆参揃ってしかできない国会の権能なのか、衆議院、参議院単独でできる議員の権能なのかをしっかり押さえて、いただきたいと思います。はい。で、まあ、取説のところはもともとね、最低限のところだけ赤チェックが入ってます。やはり、弾劾裁判所を間違いやすいですから、弾劾裁判所は国会の権能。裁判官を裁く弾劾裁判所は国会の権能です。これもね、64条って条文をやはり見ておくべきですね。101ページに、条文つけてありますけども、冒頭で、うん、弾劾裁判所国会はって言ってますからね。はい。議員はって言ってませんから、これ国会の権能なんですよね。はい。というところを気をつけていただくのと、あとは議員の権能のところで、やはり7番の国政調査権ですね。これもね、よく国会の権能なんじゃないですかって問題来ますけども、これは議員の権能です。はい。62条で、冒頭が、両議員はって書いてますね。おのおの国政に関する調査を行うことができますよ。必要があれば承認を出頭させることができますよ。なんていうことで、まあ、ね、具体的な人物名出しませんけども、何年か前にありましたね。呼ばれた方がね、国会に。国政調査権で呼ばれた方がいましたけども。はい。衆議院、参議院が独自でできます。
で、まずそういった形で、国会の権能、議員の権能、分けて押さえていただきたい。はい。プラス、この、国政調査権は、細かめに見ときましょうか。はい。ちょっと全部書き切るのは難しいかもしれませんけども、はい。国政調査権の性質ってものがあります。国政調査権の性質ってものがあります。はい。ちょっと書き取っていただいてから見てみてください。で、国政調査権の性質を勉強するときに、前提として、ここを見ないといけないんですね。そもそも、憲法で国権の最高機関って何ですかってところから見ないといけません。これ例えば、条文見てみると、憲法41条で、国会は国権の最高機関ですよって言葉があります。国家権力の最高機関って言ってるこの意味をどういうふうに解釈するかっていうところから、実は国政調査権の話ってこう始まってるんですよ。ちょっと難しいんですけど。はい。で、今現在、この国権の最高機関何ですかってことに対して、一般的に取られている考え方が、この、はい、政治的微小節ね。特に意味なんかないんですと。まあ一番三権の中で国民に近い選挙で選ばれた方々がいるところだから、まあ褒めたたいただけですよと。特に国権の最高機関だってことに意味がないっていうのが、政治的微小節ね。はい。で、そうじゃなくて、統括機関説っていうのは、とにかく、憲法の言葉通り、国会が三権で一番上ですと。はい。内閣と裁判所をまとめる立場なんですってのが統括機関説。ただ、三権分立って、権力のバランスを整えなきゃいけませんから、国会が最高って言っちゃうと、ちょっと権力分立論から合わないんですね。だから、統括機関説って取る方はほとんどいないんですが、まずこの違い。そしてそこから国政調査権の法的性質ってのが分かれてきます。はい。どういうことかというと、まず国権の最高機関に意味がないよってところから、国政調査権の性質は、補助的権能説って言います。はい。まあ、国政運営するためにこう法律を作ったりとかね、予算決めなきゃいけない中で、まあ、国会も内閣も裁判所も立法も司法も行政も全部調査ができますと。国政のために全部調査できるんですが、まあ、限界がありますよ、なんていう考えが、補助的権能説ね。はい。全部調査できるけども、司法権とぶつかる部分ダメですとかね。行政権とぶつかる部分ダメですってのが補助的な権能説。はい。で、例えば統括機関説といって国会最強説を取ると、国政調査権の性質は独立権能説になります。はい。三権で一番強い国会が調査するんだから、当然三権すべて調査できます。そして、限界なんか基本的にないんだよ。というのが、独立権能説ね。あくまでわかりやすく説明してるんで、厳密な学説見ると若干違ったりしますけど、理解してください。はい。で、当然これ、まず、国権の最高機関が政治的微小節だから、国政調査権性質も、やはり、補助的権能説をとっています。取説の上にね、もともと、よいしょ。はい。補助的権能説って書いてあるのはこの話なんですね。はい。で、一応こんな事件が昔あったのをご紹介しておきます。浦和事件ね。はい。浦和事件っていうのは、まあ、一家心中をしようとした母親がいて、自分だけ生き残っちゃったんですって。で、そこに対して浦和地裁は、懲役2年、執行猶予3年で、判決出したんですよ。で、結構軽いんですね。まあ、情状酌量の余地があるって言って甘めに出したんですよ。で、そこに対して、
参議院法務委員会。ここある意味、国会ですね。立法権を持っているところとしてください。それが不当だっていうわけですよ。軽すぎないかってクレームつけるわけね。で当然、浦和地裁の方は司法ですからね。はい。立法権が司法権に口を出してるってことになったんですよ。でそこに対して最高裁判所が怒って、はい。これは司法権の独立を侵害してるんだってクレームをつけるわけですね。はい。こういった事件が戦後間もなくの時にありまして、まあ、このあたりからね、国勢調査権ってどういう性質なんでしょうかって議論が出てきていて、で現在ではこの補助的権能説っていうのが基本です。はい。ちょっと難しいかなってところなんですけども、しっかり押さえてみてください。でおそらく本試験だとこれ系の問題が出てきた時に、今言ったお話、わかんなくても解けると思うんです。はい。こう文章理解チックに間違っている他と違うものが一つっていうのがあったりするんで、解けると思うんですけども、やっぱりこういったものは知識入れといた方がいいですからね。で可能性はゼロとは言わないので、個人的にはあると思ってますから、今日説明しておきました。はい。よろしいでしょうか。うん。で、あとはそうですね。ここで国会が以上です。で結構時間経ってますけど、はい。102ページから内閣が始まっていますね。はい。内閣についての直近の出題はこんな形。はい。まあ、やっぱ2、3年おきに出てますから、今年そろそろかなっていうところですね。はい。で内閣のところで押さえていただきたいのは、やはりどうやって組織するかっていうところなわけですよ。はい。まあ、国会が議決で国会議員の中から首相を指名しますよと。はい。で天皇が任命するって話もありました。で行政権トップを国会が選んで、で内閣総理大臣がメンバーを募っていくというところで、まあ、内閣総理大臣は必ず国会議員から選んでくれ。っていう議論があったりとか、論点があったりとか、あとは内閣総理大臣は国務大臣、過半数は国会議員から選んでくれ。そういった話があったりします。でそこは覚えていただいていることを前提に、下にちょっとちっちゃく書いておきました。うん。一般知識のところと、まあ、絡めておくといいんですが、日本は議員内閣制っていう政治体制をとっています。国会と内閣がお互いに仲良くやっていきましょうね。まあ、信任関係でやっていく議員内閣制の国です。イギリスも議員内閣制の国です。なんか似てるんですよね。似てるんですが違いがありますっていうことで、はい、イギリスのことを書いておきました。はい。イギリスのね、今現在の6月の時点の首相、ね、ポリス・ジョンソンさんいますけども、はい。あの方はどうやって選ばれたのかっていうと、はい。イギリスは上院下院があります。下院の第一党党首が、国王から任命されるんですよね。はい。指名って概念がないんですよ。日本は国会議員の中から指名されて、天皇が任命しますけど、イギリスは指名手続きがないんですよ。はい。もう下院第一党の党首が、そのまま国王から任命されて首相やりますって形だから、若干そのあたりが違うのね。はい。あとは、大臣全員が、失礼。国会議員という形になっていきます。日本だと、はい。過半数が国会議員ですから、そこも違う点だよね。はい。まだ一般知識まで手が回ってない方いるかもしれませんけど、一般知識でイギリスの議員内閣制勉強しますんで、比較をしておいてください。一般知識だと、112ページのところだね。はい。に、イギリスとかアメリカのこと書いてあるので、よかったらこのページのリンクを貼っといてください。ページ数をね、入れてあげておいてくださいね。一般知識の112ページね。はい、よろしくお願いします。あとは、104ページのところで、はい、内閣総理大臣の権能とあります。
内閣総理大臣の権能というところで、憲法上規定がある権能をざっと挙げています。必要なものはしっかり押さえていただきたいんですが、今回追加で、つけておいたのがこちらね。閣議についてというところ。ちょうどこの上の僕の見てるかわからない似顔絵のところに書いてます。はい。よく閣議決定って言葉がありますけど、閣議については憲法に規定がないんですよ。はい。閣議を開いて、首相と大臣が集まっていろいろ決めていくことってあると思います。その閣議っていうことに対して憲法上どこにも規定がないんですね。はい。閣議規定は内閣法に規定があるんです。はい。ここをちょっと気をつけてください。あとは、こう、決議方法に関しては内閣法にすら規定がありません。どこにも規定がないんです。大臣が集まって、多数決で決めるのか、どうなのかってことがあるんだけど、どこにもそれは規定がないの。はい。で、これは、慣例上全会一致。はい。明治からずっと続いていく中で、閣議はみんなが賛成して初めて決定できる。という形になっています。あとは、非公開ですね。国会は中継されてますけど、閣議って非公開です。やっぱ国家の重要事項を決めていきますから、公開しちゃまずいんですね。ですから、こうテレビとかで、ね、大臣が横並びになって座って写真撮られてるのって見たことあると思うんだけど、あれは閣議が始まる前か終わった後のものを撮ってるだけです。閣議中の話は非公開ですよね。はい。というところも押さえておきましょうか。はい。あとは、時間が結構経ってますが、あとは105ページのところで、内閣不信任決議と衆議院の解散っていう話です。議員内閣制ですから、国会と内閣は仲良くやっていくんだけども、うまくいかないとお互いにやめてくれってことが言えます。っていうことなんですよね。で、一旦止めていただいて、どこかにこれも書いていただけるといいかなと思います。スペースが少しないと思うんだけど。はい。より具体的に、衆議院で内閣不信任決議が出てから、次の首相が指名されるまでの流れを書いておきました。はい。ちょっと止めてメモ取ってもらって、メモ取れた方から見ていただくといいんですが。はい。まず、基本的には、衆議院で内閣不信任決議が出ます。基本的にはね。はい。憲法69条で規定があります。ここで、10日以内に解散決定を内閣がしないと、そこで内閣は総辞職。あんまりないですね。基本10日以内に衆議院の解散決定はします。国民に意思を問うって言ってね。で、そうすると、40日以内に総選挙をしなければいけなくて、30日以内に、はい、特別会を開かなければいけません。そう。今日お話しましたけど、衆議院の解散は異常事態です。ですから、その後に開く、お披露目会も特別なものなんですね。だからここは臨時会ではないんですよ。臨時会ではありません。うん。で、この特別会の時に、新しいメンバーが入っているわけです。で、ここで一旦、元々の内閣は、やはり総辞職で。で、新しいメンバーの中で、首相が選ばれていくって形になっていくので、この流れを抑えてください。で、今日お話はしなかったんですけども、はい。この40日、30日のこの間の期間は、衆議院も参議院も閉まってる状態ですね。で、この期間内に何か決めなきゃいけないことがあれば、参議院は一応存在してるわけですから、参議院を緊急集会で開いて、ここで決めていくって話です。うん。それもしっかり押さえてくださいね。あとは数字。
これね、語呂で覚えられますよ。順番的に、しょ。10と40と30だから、としみちゃんね、としみちゃん。はい。としみちゃんね。で、覚えてみてください。もし、この動画視聴の方にとしみちゃんいらっしゃったらすいませんが、としみちゃんね。はい。というふうに押さえていただくこともできるかなと思います。はい。そんなところですね。ちょっと駆け足にはなっていきましたけど、はい。今日はこんなところということになっていきます。国会と内閣をね、こう、凝縮ぐーっとしてお話をしていきました。皆さんが今まで勉強してきた知識プラスアルファでね、また習得をしていただければと思います。特に憲法の規定なのか、そうじゃないのかっていう、そういった感覚は今のうちから身につけておくと、知識の整理がよりできると思います。あと今日お話はできなかったんですが、財政に関してもね、押さえておくといいかなと思いますので、租税法律主義とかね、また確認をしてあげてください。では、第2回は以上です。お疲れ様でした。